6月30日土曜日、ザ・ビバリーヒルトンで日米文化会館アワードディナー並びにウーマン・オブ・ディスティンクション表彰式が行われました。日米文化会館は1980年に設立、日本・日系アメリカ人の文化の継承・保存・発信を目的とする全米最大の日系芸術・文化センターです。 KTLA のニュースアンカーフランク・バクレイさんが司会を務め、まずはコミュニティ・スピリット・アワード受賞者3名の表彰、続いてウーマン・オブ・ディスティンクション受賞式が行われました。ウーマン・オブ・ディスティンクションは日系コミュニティやその文化の発展、慈善活動に尽力した女性を称える賞です。坂井新谷さんは1953年に慈善活動を主とするモンテベロ・ウーマンズ・クラブに加入、その後およそ50年にわたりさまざまな慈善活動を行ってきました。アイリーン・平野井上さんは全米日系人博物館の設立に携わり、20年間にわたり館長を務めました。2009年に館長を退き、日米カウンシルの代表に就任。ムッチ・テイラーさん、本名松江テイラーさんは1971年よりがん治療に対する基金を募り始めました。また敬老ホームへの援助をするシニアファウンデーションチャリタブルコーポレーションを設立、3名にはプラークが手渡され、それぞれが受賞スピーチをしました。We have a beautiful culture passed down to us by our elders. They were the true pioneers. We must live our lives thankful to them.